ブーチ法は、オブジェクト思考ソフトウェア開発方法論であり、1990年頃に、クラギブーチによって開発された、オブジェクト思考分析設計の分野で広く採用された。ブーチは、著書、ブーチ法、オブジェクト思考分析と設計でブーチ法を説明している。現在では、ブーチ法は、運量の策定とユニファイドプロセスの開発においては、 ラショナルソフトウェア社に在籍していたグラディブーチ、ジェームズ・ランボー、イバー・ヤコブソンなどの人々が大きな役割を果たした。ラショナルソフトウェア社はユニファイドプロセスを元にしてラショナル統一プロセスを開発した。なおラショナルソフトウェア社は2003年に IBM 社に買収された。IBM 社は現在、ルー l ループによるソリューションをラショナルのブランドで提供している。 ブーチ法では次の6種類のモデル図を使う。ブーチ法のクラス図の記法を説明する。戦術した通り、ブーチ法の記法は N ルの起源の一つである。ブーチ法のクラス図ではクラスを独特な記法で表すことが特徴的である。現在では N ルが策定される以前の他のオブジェクト指向ソフトウェア、開発方法論の記法と同様に、 ブーチ法の記法そのものはもはや使われていないが、ブーチ法のモデル図の概念の多くは、んるに引き継がれている。ブーチ法のクラス図の記法では、クラスおよびクラス間の関連が基礎なす。二つのクラス間の関連で、ブーチ法とその記法において、重要なものは、継承と集約、コンポジションおよび利用である。クラス間の関連の多重度を、んるに似た記法で記述することができる。 クラスが備えるメソッドや属性の可視性は、んでとは異なる記法で記述する。ありがとうございます。